あ、どうも、こんにちは、です。ビルダーですね、拠点作りやっていきたいと思います。とりあえず壁、まあ、1面ももう5マスまで、木に変えて、でね、2階ね、ちょっとね、俺、録画外でちょっと作ってみたんですよ。結構もう2時間ぐらいかけて床全部引いて、やったんですけど、もうね、めっちゃ見にくい。この下の階がすごい暗くなって、動画としてすごい見にくいし、もうとにかく利便性がすごい悪いんで、もう2階は一部分だけにしようかなと思いました。ね、まあ、2時間かけてやって、それで全部もうね、セーブしたところがやり直すで今戻ってきてるんですけど、で、まあ、土とか集めました。集めてたんですけどね、もう全部もう、やり直しにして今、もう一回やり直してるところなんですけど、一応とりあえずもうね、この、ここの部分、だけ2階にしようかなっていう、感じがいいかなと思いました。これ全部したらね、マジで、めっちゃ暗いんですよ。松明置いても。で、天井もね、結構ね、この高さって低いんで、ぶっちゃけた話。だから、多分、いいものにならないんで、まあ、これぐらいがいいかなと。作るにしてもこれぐらいがいいかなと。思いまして、まあ、面積的にはもうこれぐらいかなという面積で、もうやっていこうかなと思います。だから2階は一応作るのは作るんですけど、そんな大きくならないやつじゃないと、成立しなかったです。ちょっと2階として。ミスった。よいしょ。っていうね、ところがありましてね。結構ね、2回作ってね、やってたんですけどね、普通に実況でね。もう全部もそれね、やり直しでやってるね、今。OK。OK。この土を敷き詰める作業、実は全部やったんですよ、このちょっと前に。くそかかったんですけど、時間。まあまあ。それでもいいの流れなかったんで、2階の部屋は1室だけ。これ全部2階にしたらこれやばいことになったんでね。で、一室だけにします、2階の部屋は。だから。ラインとしてはもうここかな、線引きとしてはここまで。ここまでを2階の部屋としようかなと思います。まあ、今これぐらいですかね。で、長さもまあこっち側までで。多分それぐらいが多分ちょうどいいんですよ。まあ、これ、下見てわかるんですけど、下入ったらどうなるかわかります、これ。これぐらい見にくくなって、視点もね、全部ね、なんかね、この、こういう視点じゃなくて、上から見上げる。すごいなんか、洞窟の中入った時、あ、こんな感じの視点になるんですよ、全体的に。だからすごいね、やりづらい感じになるんで、個人的にはだからこれぐらいの方がいいかなと思います。では、松明置いときましょう、ここ。よいしょ。影がすごいな、影が。出た、出た。フローリング持ってないから、フローリングゲット。で、フェンス使いたいな。柵か。で、柵も使おうかと思って、結構太い枝ゲットしておきました。録画外で。まあ、これを使おうかなと。で、階段はいらんな。木のベッドか。まあ、2階ベッド置いとってもいいけどな。俺の部屋にして。2階は個室みたいな感じしようかなと。いうふうに考えてます。で、とりあえず、この仕切りか。ああ、これ仕切りはな、もうこれあった方がいいな、これ。仕切りはこれ多分ね、もうやった方がいいですね、これ。こんな感じで。仕切ったら見にくくなるんで仕切らなくていいですね、ここも。まあ、こんな感じで。仕切らず行きましょうか、じゃあ。もう完璧には仕切らずに。まあまあ。まあこんな感じで。うん、ちょっと段差も置ける。全部ちょっと仕切ってしまうとね、あれだと思うんで。まあ3マスぐらい。2マスがでもやっぱ見やすいかな。2マスがすごい見やすいんですよね。見やすさで言ったらね。だから見やすいところを重視して、とりあえず今回は見やすさ重視で。ストーリーは見やすさ重視でいこうか。よし。まあこんな感じかな。で、ここ。引き詰めていこうか、ここ。ここまで閉じときます。閉じて。まあここも閉じとこうか。閉じときます。
よし。ここ、まあ、何置こうか決まってないんやな、実は。別になんかこれっていうもんがないんでね、特に。あー、何しようかな、まあ。そうやな。どれ行った？どこ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 行った？タイマスどこ行った？追ってない俺、もしかしてタイマス。あれ、タイマスどこ行ったんやろ？前は。とりあえず。釣り竿邪魔やな。釣り竿は邪魔だ。よし。オッケー。松明、作ろうか、松明。松明は必須なんで、作っときましょう。ほほほほ。まあ、10本ぐらいあれば、まあ別に問題ないですね。あ、上にあるわ、松明。まあ、端っこに置いときます、松明。で、ここもまあ、見えてたらダサいんで、床か。床を、置いていく感じやけど、床がない。で、柱ね、原木にしようかと思ったんですけど、別に原木じゃなくてもこれ結構かっこいいんで、もうこのまま行きたいと思います。逆に多分原木したら多分ダサいかもしれんなと思って。ちょっと。それも思いましてね。まあ、こんな感じやろうな。よし。まあ、ね、これフローリングで。帰れば。どうでしょう。まあ、こんな感じでね。フローリングで帰れば、OK と。これで、2階の部屋が完成したと。で、他のところもウッドウォールで、もう全部、木の壁に変えていきましょうか、じゃあ。きたー！ OK、完了！完成かな？ここはとりあえずね。あ、ここ、まず晴らすと。いやー、いいね。ここ何置こうかちょっと決まってないけど、暖炉とかここ置いたらかっこいい気がするよな。ここに暖炉とかを、ちょっと置くと、個人的にかっこいいかなと思います。で、ここちょっとね、出てしまったらあれなんで、ここだけ柵。これ柵斜め入るやん。斜めスラッシュで。お、いいね。斜め。ちょっと柵、ちょっとここら辺だけ、つけとこうかな。痛い。あ、柵ええな、これ。かっこええな。柵斜めっていうね。木の柵。大量に作っとこう。ただただただ。一発で10個できるんでかいよな。よし。まあ、これぐらいでいいでしょ。おそらく。あ、いいやん、いいやん。2階。どうこれ。こんな感じで。2階っぽくなったんじゃない？普通に。で、まあ、ここもね、柵で囲っとこうか。一応落ちんようにな。寝とって落ちたら終わりやからな。まあまあ、ベッドここに置こうかなと。2階部屋。よし。まあ、屋根裏部屋とまではいかんけどね。まあ、こんな感じで。もうちょっとこれ、ここまで行くか。バランス線ここかな。まあ、こんな感じですよね。じゃあ2階ここに作りました。で、これ土囲んでないから多分部屋として認識されないんで、もう主人公が寝るしかないと思うんでね。主人公の寝床、ドーン。外で寝る。かっこええやん。あ、でもええんじゃない？これでまあもう、一応ここにベッドということで。で、あとまあ火を置けば。火はね、まあとりあえず焚き火っていうかもう松明でええけど、壁掛け松明、ここに置いときたいな、門に。もう一個上やな。じゃあ、見せた。もう一個上に置こう。オッケー。こんな感じで。で、これ別にここ、1マス開けてもいいな、もう1マス。いらんよな、ここ別に。あ、いいね、いいね。こんな感じで、どうでしょう。
一応2階が完成しまして、では、まあ、拠点という拠点 も完成したんで、お、ええやん、かっこええな、結構。まあちょっと部屋はね、あえてこういうところをね、ちょっとね、なんかおしゃれにちょっと普通に繋げるんじゃなくて、ちょっとここ、道作ったりとかしてます。で、俺的にここに、木をちょっと植えようかなって思ってるんですよね。ヤシの木を。ここにちょっと木を植えてみようかなと。どうこれ。植えれへん？多分なんか植えれると思うよ、これ多分。土か。土やって植えれる？この辺にちょっと木を植えてやろうじゃないかと。あ、ちゃ、ミスター。どこ植えんねん。木を植えてやろうじゃないかと思いまして。こう。おお、いいんじゃないこれ。で、こっからニョキニョキニョキって木が生えてきて、まあまあ結構、でかい木が立ってるという感じにしたかったっていう。まああとはまあもちろん部屋をね、ここら辺作っていかないといけないんですけど、それはまあ多分おいおい、クエストを受けながら多分なんか、病院作れとか言われると思うんで、そういう感じで。だからまあそんな感じでそれはやっていこうかなと思います。まあ、あとここはね、俺、人が遊び来た時のためにちょっと、ベンチ置いとこうかな。座れるようにね、ベンチ。まあ、この辺にちょっと置いとこうか。まあ、あとはそうやな。なんかあるかな、あとなんかかっこいい。ラフレシア。まあ、これいらんわ、強烈に放つだけやから。あとなんかまあ特に、すごいこれが、欲しい。あ、ベンチあるやん、てか普通に。朝になってからちょっとどんな感じでいいのか見たいと思います。やめてやめてやめて、逃げます、やめて、我は逃げる。おっしゃー。でこの上ら辺もなんかちょっとね、おしゃれな感じ作りたいんですよね、正直。いやー、おー、木がでかなっとる見て、ヤシの木が。おー、いいね、おしゃれやなこれ。おー、でかなったぞこれ。いいね、いいね。あ、ここちょっと一個だけ、あれやな。床に変えとこな。お、いいね、ヤシの木。埋まっとるっていう。やっぱその、なんやろ。この木で村っぽくなったら、村民が暮らしとる、なんかちょっと、マサイ族の村みたいな感じのイメージ。でもちょっと、高級貴族の俺は、ディナーができるっていうね。いやー、いいね。あー、いいね、いいね、これ、いいね。どうこれ。こんな感じで。ちょっとね、おしゃれな感じになったんじゃないかなと思います、これで。次回からまあストーリーをね、普通に進めていこうと思うので、まあ、拠点はね、とりあえず一旦これで終わりとします。まあ他にもまあやることあるんですけどね。まあコメント等を見ながら、ちょくちょく拠点の方もいじっていければと思います。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。